はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キーちゃんでございます。今日はですね、私最近あるサイトを知りまして、どうしても気になって購入しちゃいました。そんな商品を紹介したいと思います。アンドビーさんの MA 商品でございます。これご存知ですかね、美容専売品なんですけど、はい、こんなね感じで4点シャンプー、トリートメント、ヘアオイルと、レモングラスの香りの美容保湿クリームっていうのがありまして、たまたまねちょっと教えてももらったんですけど、サイトを発見したんですよ、たまたまね。なんかシャンプーないかなって調べてて、そしたらこちらすごく気に入ってしまいまして、ちょっと使ってみたいなと思って今回購入したので、それを紹介していきます。気になる方は最後まで見ていってほしいと思います。でこちらなんですけど、美容専売品とさっきほど言ったんですけど、買えるところがねちょっとあまりないんですけども、サイトがね下に概要欄貼っときますけども、そこをで見てこれを買ったんですよ。はい。でね、ちょっともう使い始めてるのですが、今回は購入品紹介として紹介して、で本当に気に入ってるから、これのレビュー動画もねちょっと経ったら撮りたいので、今回はちょっと説明を加えながら、こういう効果があるっぽいですよみたいな感じと、どこが気に入って買ったかとかと、そういうのをねいつも通り話していってやるだけの動画です。とにかく購入品紹介として紹介するだけの動画なんですが、これを使って、まあ、来月ぐらいになって、使って本当どうだったかっていうレビュー動画がまた上がると思いますので、そちら見てからでも検討していただきたいと思います。はい、まずこちらです。MA シャンプーです。そしてこちらが MA トリートメントになります。でまずシャンプーなんですけど、ノンシリコンタイプらしいんですよね。どんなものかっていうのもね、もちろんついてくると思うので、そちらからちょっと読みながらねやっていくんですけども、こっちのシャンプーは、アミノ酸系のシャンプーになっておりまして、ヘビーシャンプーや敏感肌用に使用され、乾燥や紫外線でカラーリングで傷んだ髪を優しく洗い上げてキューティクルを整えてくれるシャンプーなんだそうです。で、これね、本当なんか私さ、いつも言ってんだけど、すごくね、シンプルなパッケージなところがすごく気になったっていう、のがもちろんなんですけど、アミノ酸系シャンプーってすごい髪にいいっていうのを聞いていたので、アミノ酸系をちょっと見てみたかったのと、あとはサロン専売品っていうのはやっぱ高級感がどうしてもあって手出せないかなっていう感じで、今まで手出してこなかったんだけど、なんかすごく気になってちょっと買ってみたんですよね。この中身がさ見える感じもいいんだけど、このさ、これがなんかすごい目について買ったんですよ。まあこれから使ってで行きますけども、一回だけね使ってちょっと感じたのは、ちょっとねやっぱねアミノ酸系というのもそうなんだけど、ノンシリコンだから私の髪質にはちょっとねキシキシ感が少し残ります。まあでもこういうのってみんなそうだと思うから、あとね洗い上がりがすごくね、そのキシキシした以外はすごく好印象だったんで、これからねこれ使い切るまで楽しみたいです。はい、そしてこちらのトリートメントは地肌に優しいツヤ系トリートメントっていうらしいんですけども、乾燥した地肌と髪をバー油が守ってくれるんだって。これバー油がね入ってるそうなんですよ。ね、コンディショニング成分が地肌と髪を優しく整えてくれるんだって。抗酸化作用のあるソメイヨシノ葉エキスが地肌の酸化を防ぎます。こっちのシャンプーがキシキシ感がちょっと感じたってさっき言ったんですけど、こっちのねトリートメントつけたらめっちゃサラサラになったのね。もうそこは言っちゃうんですけど、なのでとっても気に入ったんですよ。でもまだ1回しか使ってないので、1回目でね結構それを感じたので、
これからね、洗うたんびにどう変化していくとか、そういうのを次のレビュー動画でお話しできたらなと思って、はい、使い続けていきたいと思っております。すごくね、パッケージでがよくって買ったものだけど、印象はすごくいいです。で、こういうシンプルなさ、ものに惹かれやすいんだよね。 N ドットとかもそうじゃんああいうシンプルなものが私はどうしても目が行ってしまうのがきっかけでこれを買ったって感じでございます。こちらです。MA ヘアオイルというものです。自然の力であなたと髪にツヤと潤いっていうものなんですけど、こちらにはバー油とホホバオイルとシアバターと天然オレンジオイルが入っております。敏感肌やの方やお子様にも安心して使っていただけます。加えて天然のオレンジ油や、髪に美しいツヤを出す植物由来のホホバ油、植物オイルとしては保湿の高いシアバターなどを配合しておりますということです。私はこの通りちょっとまたこちらもね使い始めているんですけども、お風呂上がりに、ドライヤーをかける前にワンプッシュやってからドライヤーをかけます。ちょっと感じたものは、つけすぎ注意かな。ドライヤーをねかけてる時にちょっとベタベタ感を感じるのはつけすぎなのかなっていうのはちょっと思ったので、これからねワンプッシュじゃなくて半プッシュでいいかなって感じなところで、これ使ってどんな感じかをまたねレビュー動画でできたらなって思います。はい、そしてこちらです。美容保湿クリームのレモングラスの香りの方にしました。これね、普通の美容クリームっていうのと、レモングラスの香りのやつがあるんですけど、私はこちらにしました。これは、栄養クリームとしても、デコルテのケアとしてもマッサージクリームとしてもブースターとしてもまつげケアとしてもメイク落としにも使えます。で、この後ろにはお風呂上がりや化粧水で保湿した肌に適量な馴染ませてくださいって書かれてるんで、私は、化粧水の後に塗ってるんですけど、すっごいレモンの香りでまず癒されるんです。で、こんな風にバーム状になってますので、こう指でねこう取るんですけど、なんかやっぱりこう保湿感が高いクリームなので結構そう油分を感じたりするんですけど、肌に馴染ませたら寝るまでには、まあ、馴染むかなって感じです。これもねまだ量とかどんな感じに使ったら私には合ってるのかっていうのを全然まだ分かってないので、それをね見つけていきたいかなって思います。乾燥が気になる時も使えるし、潤いを保ちたい時にも使えるし、肌トラブルに悩んでる方にも使える、原料にこだわりがある方に向いてるそうです。たった2つの自然由来成分しか配合されてないんだって。これさ、万能なクリームって感じですよね。どこでも使える。ただまつげケアとしてまつエクには使えないみたいなんで、そこは注意なんですけども、普通にね自然な自分のまつげであれば使えるから、まつげをケアしたい人にも使えるってとこもすごいよね。そうだから、とってもね自然なものでできているってとこで気に入って、ちょっとこちらも買ってみたんですけど、あとバー油を使ってる商品って私あんまり使ったことがなくて、しかも前使ったやつあんまり、あんまりこうなんだろう、いいも悪いもなかったから私の肌質なのか多少油分は残る感じはしたので、肌表面に油膜を張ってくれるのでって、その油分かもしれないんですけど、はい、これからが楽しみですね。今肌に塗ってるだけだから、他にもっとさ、マッサージクリームとかデコルテにもね塗れるから、まあそういうのとか、あとメイク落としにも使えるらしいので、まあそういうとこもいいんじゃないかなって思います。このね、MA シリーズっていうのは、美容師の声から生まれたものらしいので、だからこれだけなんかこだわり抜いて
ね、あの天然由来成分とか香りとかいろんなものをこだわってるものらしいんでいいのかなって感じでございます。あのまだね本当に何度シャンプーは1回だけでヘアオイルは2回使ってこれも2回使ったかな感じなんですけど、まあ今のところそんな感じですね。でこの商品を見つけて惹かれたのはやっぱり私パッケージのそのシンプルさがまず目に入ったってところがまあ一番の理由なんですけども、使ってみてねその時ではわからない来てこうパンフレットとか見て天然由来なところとか万能に使えるとかそういうのを知ったので余計に気になって、本当使うのかね、使い続けていくことがすごく楽しみです。この動画は購入品と今ちょっと使った時点の感想とかとまあちょっとした説明をしたんですけど、まああと1ヶ月後ぐらいにはもう使い込んでいて他のまた違ったね、今と違う感想が出たりとかすると思うんで、またこの良かったかレビューをねした動画を作りたいと思っておりますので、まあ今の説明した感じで私も使ってみたいって方もいると思うので、概要欄また下に貼っておきますので、そっからねこれキーちゃんも使ってるやつだみたいな感じを思い出してもらって、気になる方はぜひ購入してみてほしいと思います。本当にね私ねあんまりほらお金出さない人じゃん。これとかまだ1800円とかだからいいんだけど、シャンプーなんか3000円ぐらいするのね。だから結構まあ高い方ではあるんだけど、なんか気になって買っちゃった。まあたまにはそういうのをこだわってもいいんじゃないかってどっかで思ったんだと思います。なので余計に使い込んでご利用し、そんな言い方しないけどいろんな使い方ができるんだなとか、こうどこどこにいいんだなとか、自分なりのね感想をまた出していきたいと思いますので、はい、気になった方は概要欄見てみてほしいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。このチャンネルは美容中心としたチャンネルになっております。美容好きな方は特にチャンネル登録よろしくお願いします。美容以外のチャンネルもやっておりますので、そちらでは美容以外の購入品紹介だったりとか Vlog だったりとか、はい、いろんな動画を出していますので、よかったら両方のチャンネル登録よろしくお願いします。下の概要欄にね、こちらの YouTube チャンネルだったり、各 SNS のリンクがね、貼ってあるサイトが一つ貼ってありますので、そこからね、YouTube のチャンネル登録だったり、各 SNS のフォローの方をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 MA シリーズのものを4点買ってみたって紹介した動画になります。私がすごい気に入ってるからっていう動画あんま出してないと思うので、気になる方ね下の概要欄から見てほしいと思います。次の動画でね、バイバーイ。